皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。2022年3月16日夜にですね、福島県沖で大きな地震がありましたけれども、東日本大震災以降、福島県沖の震源で震度5以上がですね、なんと17回も起きてます。ちょっと、詳しく、解説をしていきたいと思います。2022年3月16日、夜、23時36分、福島県沖で大きな地震がありましたけれども、そもそも福島県沖、どれぐらいの頻度で起きているのか、大きな地震が起きているのかというのを、ヤフーの地震情報をもとに、調べてみました。で、まず2011年3月11日以降ですね、福島県沖震源です。なので、福島県が揺れているのはもう宮城県沖とか茨城県沖とか岩手県沖とかでもっと揺れてますけど、あくまでこれ福島県沖震源に限ったものですけれども、福島県沖震源で震度5以上の地震が起きているのは2011年だけで8回、起きております。まあ、確かに2011年は東日本大震災でいろんなところが大きかったので、まあこれは、まあ致し方がないのかなとは思いますけれども、これだけではありません。2012年以降もなんと9回も震度5以上が起きてます。2012年に2回、2013年に1回、2014年、15年はありませんでしたけれども、2016年にマグニチュード7.3、2017年には2度、2018年はありませんでしたけれども、2019年はマグニチュード6.2、2020年はありませんでしたけれども、2021年2月13日はマグニチュード7.1、6強という地震です。さらに今日2022年3月16日、マグニチュード7.3、震度6強ということで、こんなに起きてるんです、福島県沖。もうしょっちゅう起きて、もう1年に1回ぐらいはでかい地震が起きてると思ってください。17回も2011年3月11日以降、17回も震度5以上の地震が起きているんです。こんなところで原発を動かしてるんですよ。これ、廃炉作業の途中ですので、もしまた津波が来たらどうなるのかとか、地震でまた原発が損壊したらどうなるのかっていう、非常に福島県、いまだに危険な状態にあるということを、認識した方がいいんじゃないかということです。ということで、東日本大震災以降ですね、なんと福島県沖で震度5以上の地震はなんと17回も起きていると。もうほぼ毎年1回か2回ぐらい起きているということで、引き続きですね、これからこれ福島県沖に限った話ですから、福島県沖だけではなくて、宮城県沖入れたらもっと増えます。岩手県沖も入れたらもっと増えます。茨城県沖を増えたらもっと増えます。さらには千島海溝地震というのも非常に今警戒されていて、いつ起きてもおかしくないと言われてますので、東北沿岸部の方、くれぐれも、海沿いに住むのはもうやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。本当に高台に行けば命は助かりますけれども、また海沿いにね、また家を建ててしまったりすると、また同じような津波が起きる可能性もあります。また東日本だけではなくて、西日本は南海トラフが起きる可能性があります。東北沖でまた起きてるやっていうことではなくて、次襲われるのは西日本ですからね。くれぐれもきちっと備蓄んで、電気とかガスとか水道が1週間ぐらい止まって、果たして大丈夫な備えはしてあるのか、皆さんしっかり備えをしていただきたいなと思っております。